恩返ししてますか？皆さんはお世話になった人に恩返ししてますか？この番組は私たち3人が協力して実践をして、見事プラス収支で終えることができれば、番組から恩返しのためのプレゼントを提供してくださるということで、3人で実践頑張っていきましょう。なんかしっとりしてません、うん、いやなんかぬるっとしっとりしてません、ぬるっとしっとり始まったけどこれね、はい、一つだけ言えることがある、はい、番組は恩返しさせる気がありません。なんで？なんで？だって勝たないと恩返しできないんでしょ。そうですよ。事前ミスだろどう見ても。お前。おい。負けのカリスマやぞこっちは。そうだそうだ。この番組はですね、恩返しするために、うん、3人で協力して実践しましょうということで、はい、今回は、はい、私が恩返しをするターンらしいです。ターン。ターン制ってことは順番で回ってくるんですか？はい、私。新井さん、寺井さんの一人ずつ、はい、は, いはい、はいはい、ケチやねいやもう一気に行こうぜ、一気にバーンとバイプッシュだよ、バイプッシュ。なんか台本見たら結構自由にみたいな書いてましたけど、流れ、うん、僕らで決めていいんですよね。100万くれいやもう恩返しじゃないですよ、欲しいって言われてる。あ、そうですか、恩返しそう、欲しいじゃないですよ、我々がもらうわけじゃないですよ。あ、違う、間違えた。そうか、そうか、そうか。大親友の、大親友いいのかな、千田るかちゃん。千田さん、はい、千田さん、誠に申し訳ありませんでした早めに謝ってください。早めに謝ってください。すいません、また別の機会に頑張って個人的にルカちゃんには、うん、あの本当昔から結構仲良くさせてもらってるんですけど、うん、そうだね、はい、1年間ぐらい請求書貯めちゃったことがあって。あらまー、請求書貯めちゃう。で、その1年間貯めた請求書を一緒に頑張って何日か集まって作ってくれたりとか。請求書がする。そう、合宿。そう、合宿してそんな行われるんや。でしかもうちに呼んで、あのすっごい汚い部屋を一緒に片付けてくれたりとか。もうお母さんです。そう、お母さんなんですよ、はい、そうで、最近ほら結婚もしましたし。あ、めでたい。そうですね、はい、めでたいございます。何か、まあ、それ含め、なんかお祝い含め恩返ししたいなと思って。 いや、すごくいいと思います、はい、プラスやったら1万とか、1000枚超えたら2万分とか、あ、ね、あり、2000枚いったらその3万マックスとか。あ、それいいじゃない、はい、ということで、3人で恩返し目指して頑張りましょう、はい、実践スタートです。おはようございます。よろしくお願いします。キャンペーン中なんで今。6.5 はまだ空きありますな。まあ信用に1台空いてたんで、ここ取るのがいいのかな。あ、不吉いてです。ただ昨日は結構出てんのかな。あ、昨日がまあ結構出てるんで、多分隣の方は上げ狙いとかで売ってるっぽいんですけど、まあ、そこはちょっと不安ですけどね。あれ空いてる。空いてますよ。めっちゃ出てるし、昨日めっちゃ出てるんですよ。こっちもプラスです。昨日お詳しいらしいんで、いろいろ教えてもらいながらやりますか。じゃあ、あら、エラー仲良うして。何にしたんですか。まだ何も決めてないですよ、はい、どうしたらいいんですか。僕は寺井くん、俺空打ったことあるないです。教えてもらったら。いいですか。しかも親睦をちょっと深めながら。あ、だって一緒に仕事したことないでしょ。深めすぎちゃうかもしれないですよ。え、どういうこと。いいですか、深めすぎちゃってその辺に関しては俺はちょっとノータッチでいかせてもらおう。じゃあ俺ちょっと最初信用に取ろうとしたから、信用に取って様子見ます。はい、それでは新俺の空無事取れました。もうずっと朝から俺の空の話ばっかりして。そう、ね、いや今でもキャンペーン中なんで歌ってはるんですよね。はい、そうなんです。なんで、いや、歌ってきたいな。ぜひ流してほしい、寺井さんに。出ては来ないんですか。出ては来ない。こんな感じで。あ、出ては来ないですね。はい、実写はないですね。あ、横に僕実写いるんで、満足です、はい、大満足はい。え、完全なる初地ですもんね。いや、ほんまに何も調べずに来ました、はい、あ、なるほど。リプレイの連続がええよぐらいなんですけど、そんなもんでいいんすよね。ほんとそんなもんでいいです。あの通常でも ATH も、はい、いかなる時もとりあえずリプレイが熱いのは、はいはいはい、あと4号機時代からのザ・オレソラって感じですね。そう、僕はあの全然世代じゃなくて、うん、4号機のやつも売ったことないんですけど、大丈夫です、私も売ったことないです。あ、そうなんですね、はい、あれ、寺井さんっていくつでしたっけ。
いくつに見えます？あーだるい30ですね、今年30か。なることは 3個下？ 3 個下かな。え、34の年です。17ぐらいと思ってました。でしょうね。はい、なんかやるかい。でもほんま、うん、この業界の人全員ですけど、っていう人やっぱ多いです。年齢聞いて、あ、そんなにも見た目わかんないなっていう人も、綺麗な人多いんで。男の人も女の人も年齢不詳多すぎですよね。確かに、うん、若々しいですよね。よくわかんない、本当に。もしかしたらパツロの何らかの光がなんか肌の活性化みたいなマジであるんちゃうかなと思ってそんなプラス要素が、うん、みんな若いじゃないですか、ほんまに。マイナスイオンとかなんか出てんのかな。マイナスはマイナスなんですけどね、ほんま、はい、それでイオンが出てるかもしれない。イオン出ちゃってる、自らイオン出してるかもしれないですね。この台は当たるのは結構早い方なんですか？うん、なんか結構初当たりはちょこちょこ引けるイメージなんですけど、はい、まあ、基本その初当たりがもう本エッティなので。あ、はい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 。だからそんななんか乗り越えなきゃいけない壁がいっぱいあるとかっていうわけじゃないです。で、あの、はいはい、一応ゲーム数でも、解除もあるし、助かります。で、チャンスゾーンからの挑戦っていうのが結構主ですけど、まあ、直撃もありです。お、ローテリーで、レーンからは、はい、チャンスゾーンが当たったり直撃抽選もありますね。ふんふん。今喋りながら打っててあんま見てなかったんですけど、リプレイ一連が限界なんですけど、僕そんなポンポン連チャンするもんじゃないですね。そう、通常時は 7.3 分の1なんですけど、約 7.3 分の1がリプレイなんですけど、まあホールド機能とかもあるので、レア役を引いたらホールドのチャンスがあったりなんで、はいはい、リプレン扱いにそのゲーム感はしてくれるとか。あ、なるほどなるほど、はい、なので、まあとりあえず強チェリーで8点。お、まあまあ強いじゃない。あら、まあ赤字ですし、タイトル、あ、タイトルは白か。いやでも星4じゃないですか。そうなんですよ、結構強めの演出です。もしかしたらチャンスゾーン当たったかも。せい、お、チャンス、あ、引いてなくてチャンスが出ているということは、早っ、せい、はい、一応俺タイム、チャンスゾーンが当たったと思われます。はいはい、はい、いいですね、まあ、あ、ですね、はい、俺タイム、おなじみのゴルフです。で、チャンスゾーン中、AT 注文なんですけど、リプレイ確率が 3.4 分の1、3.3 分の1とかになってるので、リプレイ確率アップしております。で、7個の的を全部、あ、なるほどね、打ち抜けば AT 確定です。で、しかもチャンスゾーン中に普通にリップ4連できたらもうその時点で当たりなんです。へー、なんかさっくり当たりそうな気がするな、これね、って思うじゃないですか。あ、違うんや。意外とギリギリ1個だけ残してとかっていう悔しいパターンもあるんで、ちゃんと、あー、引けない。あ、これはダメそうやな。いや、でも一気に2枚抜きとかするときもあるんですよ、はい、燃えてはる。ほら、3つ、もう3分割。え、すごっ。2個、2個ぐらいいってくれ。よし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 、わー、すげー。あ、2個いった、いける気してきた。そうでしょ。で、あと2回もう連続で引けばいいし、いける。うまい。あ、うま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 いぞ、うまいぞうまうまいぞ。わー、引いてね。でもあと5ゲームで2個なんで、いけるいける。うわー、もたついてる。もう、あと1ゲームで2個って、やばい。でも最後リプレイ引いたらつながるんで、まだチャンスある、はい、まだチャンスある。いや、マジでここで引かないとな。レア役でもいい。あ、固まった。うま、ちょっとフリーズするんですよ、これが気持ちいい。おお、そしてあと一発や。一発引けば約3分の1だから引ける。あ、引いてないっぽいな。ね、いい説明が見れました、はいはい、これがダメなパターンです。ゲーム性を理解しました、はい、さすがやな、ベテランやで助かりましたさあ、それでは私はパツロ新オニム社2からスタートしていきたいと思います。僕だけあの声のやり取りができないっていうかなり寂しい状況で、まあ、実戦をスタートする形になりましたけれども、まあ、みのりの恩返しのために、まあ、しっかり結果出せるように頑張っていきたいと思います。16ゲームしか回らなかったね。不安な立ち上がりですね。
今日はね、やっぱ何としても絶対に絶対に勝ってください、はい、これ恩返しとか関係なくマジで絶対に勝ってください。なんか楽しそうな声が聞こえてきますね、こっちまで。弱点お、さあこれは広角で間に合ってる可能性が高いんで 66% あります。この6割をこれ設定差ないんで、いかにちゃんと当てていくかっていうのが通常時めちゃくちゃ大事なんで、あーこれはこれは当たんなそうですね。うん、広角の 66% を外したのか、間に合ってなくて 33% 外したのか分かんないですけど、不安です。やっぱり先に言っといた方がいいかもしれないですね。千田さんごめんなさい。ちょっとカメラの前のとか視聴者の皆様に一言だけ、僕の発言はすべてエンターテインメントでフィクションみたいなものなので、川原みのりさんにちょっとしたいやらしい発言とかしてもすべてエンターテインメントで何も思ってません、はい、これ言っとかないとお前またやってんじゃねえかみたいな言われるんで注意書きでね、はい、これは言っとかないと絶対にだってツイッターのフォロー返してくれへんもん。あ、そうなんですか。あ、全然興味なかったえ、フォローしてくれてるんですか。してますよ。あ、すごい嬉しい。やっときますね。やったもう満足ずっと待ってました。私本当全然ツイッターとか開かない人間なので、うん、絶対そうやと思ってました。そうなんですよ、ごめんなさい。フォローって大事です。嬉しいんですよ。あ、そう嬉しいんですまあでも演者同士ってなんか私でも全然フォローしてない人とかいると思うね、多分。あ、はい、妻も言ってました。え、なんで。はい、そうなの。返してくれない。え、嘘え、してくれてるんだしま、みんなは川原さんのこと好きなんで。いや絶対違うでしょ。いや、なんかなんとなく でも川原さんはみんなのことあんま興味なくてそんなことない。違うんですか。そんなことないです。でも今これに集中してください。はい、これが、え、何で当たったんですか。これね、なんかそんな強いやつ聞いてないです。スーパーオレタイム、めっちゃ熱。あ、じゃあ弱チェリーとかからかな、もしかして。なんか弱いのから言ったら、あ、スーパーオレタイム、もう今と4つでいいんで、もう簡単ですよ。簡単な仕事です、これは。絶対に当ててください。まだもう 3.4分の1のリプレイを。あ、ナイス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 、デークダイス。あ、いいですね、いいですね。あ、これいきましたわ、ね、これさすがにいけるでしょ。これは手が痛くてもいける、うん、僕ほんまパッツの減ったでねほんまにヘイとターの間にちっちゃいツー何個もつくぐらい減った減った減った。あ、いいよいいよいいよ、いいよ。あと7ゲームで1回引けばいいだけです、うん、簡単。やったー、これもう絶対に。あ、そうなんですか。はい、止まるやつです。で、一応技術界にあるんで。あ、そうやったんや、はい、大丈夫です。でも4コマとか。あ、よかった。結構優しい技術界に。よいしょー、素晴らしい、ナイス。投資は6000円です。お、安っですね。ほいで63ゲーム。あ、え、あ、そうですね、はい。で、俺のハーレムっていう、まずは、上乗せ特化ゾーンからスタートです。で、最初 あの初期ゲーム数を決めるところですね。どれぐらいあれば満足なんですか。まあ基本40ゲームは欲しいな。はいはいはい、はい、で、どんどんハードルが上がっていくので中するのが難しくなってくるので、はいはい、まあ、でもとりあえずリプレイとかレア役を引けば。あ、なるほど、はい、あ、またしばかれた、はい、すぐしばいてくんですよ。あ、ベルじゃ全然あかんねんな。そうですね。お、あら、あかん、キスせなあかんのにしばかれしかしないけど、ちょっと目がとろけている。あ、なんでリプレイ、なんであんな顔からしばけんねん人なんじゃこいつ女って不思議な生き物ですね。これは行くぞ。どないなってんねこいつおい、わ、わ、20ゲームの可能性すらあるないか。あ、大丈夫か。あ、30、30はまあまあですか。まあ、まあ、少ない少ないか、うんうん、はい、引きですね、あとはね。で、どっちになるか。あ、すごい、上位やん。上位、全然やれますよ。頑張ってください。ほんまでか、うん、でもマジで30ゲームファーって駆け抜けたら本当すっごいしょっぱいことになるんで。まあ、これもここもリプレイ、はい、はい、
で、ちなみにこの今かかってる曲、うちのバンドが担当してます。イエーイ、聴けました、ありがとうございます。なので、あの、長く聴いてほしいので、いっぱい上乗せしてもらっていいですか。わかりました、ゆっくり打ちます。はい、いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない、あ、違うんす。頼むわ。お、シャ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 タイム言うて、なんか煽ってきてますよ。ドキ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 、強そうな感じするんですけど、あ、またリプレイ。あ、ボタン、よし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 、よかった、セーフセーフセーフ。で、これでとりあえず特化ゾーン確定 で、 特化ゾーンが5種類あります。はい、はい、誰になるのか、あ、みなこか。え、行けば行くほどみたいな。そう、行けば行くほど期待度は高いんですけど、みなこちゃんは7ゲーム固定のリプレイで上乗せ、はい、そうです。で、リプレイチャンスエコ引けば、あ、女でやってるじゃん。そう、女のなったんですよ今、ポーンって音で。お、気づきました。誰かがパーティー開いてると思って。そうそう、ちなみに俺はまだ何も始まってません。おっと、そうやと思ってました、はい、大丈夫です。私もまだ何も始まってません。出会いくん任せます。頑張れ、お願いします。僕がこの番組引っ張っていきます。お願いします、お願いします。まあ、2回は最低でもリプレイ引いてほしいです。10ゲームぐらいは乗せたい。2回引いたらこの格好してくれますか。しません。あ、100乗せたら、これで100乗せたらもうします。この世の境地とか全部来い。よっしゃ、あ、いい、素晴らしい、上手。100乗れ。100はさすがに乗んないだろう。100ゴー。追加でゴーか。そうなんですよ。なるほど、可能性は少ないけど、まあでも、で、みなこちゃんはもう7ゲーム固定なので終わっちゃうんですよ、はい、これで。で、トータル5。これやべえんじゃねえんですか、はい、大丈夫ですか。でもリプレイで抽選してるんで。確かにリプレイで、はい、普通に行ってくれたんで、はい、諦めないでください。僕はまだやる気ですよ。あ、オッケー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 、お願い。もう一回くらいやらせてくれ、特化ゾーン。全然満足いってないぞ。あと1ゲームなんですけど、強烈薬引いてください。チャンス目か強チェリー引いてください。そしたら絶対特化ゾーンいきます。無理だよ。おりゃおりゃ、うわわわわわわ、え、上位、上位ですね。あ、やってますね。結構あれ、あれですか、ボーナス1対1とかですか。赤7青7。いや、青7はそんなには来ないです。勘弁してくれおい。まあ本当駆け抜けちゃえば、はい、ああやってなっちゃうんですよね。僕が悪いですね、じゃあ。そうです。まあそうやって言うやろな、代が悪いとは言わんやろな、絶対。そうです。早くも2枚目であります。遠ざかっていくな、恩返しが遠ざかっていく。恩を技で返している、まずい。これまあ今回は僕はあの直接的な恩返しにはならないですけど、まあ千田さんは僕も何回かお会いしたり、それこそみのりんとかと一緒にまあお酒飲んだりしたこともあるんですけど、めっちゃいい方で、まあ千田さん結婚したっていうのもツイッターであの知ってましたし、まあこういう形でちょっとお祝いに携われるのは嬉しいなと思ってたんですけど、どんどん携われなくなってきましたね、完全に。まずいです。さあ、とりあえずこのチャンス鈍感天井で何とかしましょう。そう、一日でも早くこの地獄を終わらせよう。さあ行きましょう、本日初。いや、マジでここは気合い入れていこう。テーブルは3ですね。まあ、やべっすね、完全にやったんすこれ。おい、まあまあまあ、あのダメな時はこのぐらいダメな方がいいです。ただまあまあ、あまりにダメすぎてちょっとびっくりしてます、自分でも。うん、でもなんかそんな大差も引いてないですけど。あ、でもなんかね、赤字でこれ剣道ですよね。あら、リプニーとかジャクチェリーぐらいしか引いてないんで。ジャクチェリーでもまたチャンスゾーンだと、ボタンまで出てきて、どっちかな。あ、あ、またスーパーオレモード、すげえ。あ、スーパーオレタイム、
え、だから弱者からですよ。これ設定さ、これなんかありそうですよ ね。まだちょっと詳細出てないですけど、あるんじゃないですか。マジで本当高設定据え置きの可能性ある。いやこれはまあやった感じ分かります。当たるんで、うん、AT を伸ばせるかどうすか僕は。そうですね。うん、そうでいいよ。そうなりますよね。私もスーパーオレタンのやりたいな。あーよっしゃよっしゃ、うん、これ楽ですわほんま。あー楽やわ。あもうなんかもう、あもうまとめていった。こっちの人ゴルフうまいですわ。これはいくな。よし、この子は相当中好きやな。あまた20ちゃんこれ。うわ、あ、おー、そんなあった。あ、なんですごい一人しかしてないのに。あ、持ってこい。おお、いや、でももしかしたら俺のパーティーの方も設定差あるかもしれないんで、マジでいい可能性あります。いやこれ僕が出さんとあかんすわ。じゃあマジでお願いします。いやこれもう嵐さんが譲ってくれた台なんでね。そうですね、これ出さないと絶対。そうだ、引くもんない。リプレイはちゃんと引けんねんから。お、結構ドキってるよ。リプさんしました。そんな感じ。あーもう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 、よしよしよし、スバラよっしゃ、頼みます。誰や、奥行け。やばい、みんなお前か。おっと、おー上手。よし、すごい音、うまい、おっしゃいな、めっちゃうまい。よし、いや今回なんかいけそうですわ。いいっすね、いい感じ。あ、大丈夫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 、いいよ。よし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 、あ、なるほどね、こんな感じで乗るんやったらいけるわ。うわお、おー、うまい。あー、いい、強いな。あ、またいいよ、2回連続。あ、これはね、なるほど、出るわこの青7は、うん、なるほど、ごめんな、さっきは。またか、好きやな、俺のこと、みなこはよ。うんうん、まあまあまあ、まあまあまあ、よろしいよろしい。はい、よし、ちょっとみなこ飽きたな、ね、ごめんな、みなこ、ちょっと違うこともね、違うことしたいっす。 あ好きやな、ああみなこはよ。え、こんな、なんか 90% ぐらいみなこですか。いやいや、そんなことはないですよ。へえ、でも気に入られてますね。ねえ、うん、20、はい、いいですよ。俺なんでこれさっきあんな駆け抜けたんやろ。もったいな、もう、そうなんですよ、もったいな、これ2回できたんすね、これ、うん、よしよしよし、いったれいったれ。ずっとどっかゾーンっすやん。そうなんすよ、どっか行け。おし、どっか行った。先生、どうなんや。先生です。先生は、はい、5ゲームで、うん、1セットの特化ゾーンなんですけど、1セット目は絶対に継続してくれるんで、2セットは助かります、確定してます。乗るのはリプレイですか、やっぱ。そう、リプレイとかでも乗るんですけど、普通の時だとあんまり乗らなくて、はい、3セット目とか6セット目とか、多分3の倍数の時に上乗せ広角になるんで、その時には、はいはいはい、はい、結構リプレイとかレア役で乗ってくれます。なるほど、はい、なんでまず3セット目まで持ってきたい。次の2択を正解できるかどうかですね。そうですね、それにかかっております。これか、さあさあ出てきましょう。何ですか、僕が選んで。今日何もしないんで手柄上げてもいいんですけど。いや今日何もできてないからできないと思います。私お願いします。こういう時ね、だいたい左なんですよ実は。そう、私も結構左選ぶタイプです、はい、そうなんですよね。右にしときましょう。ああ信じてよかった、余計なこと言うから。言わんかった、左やったのに。うそ、頑張れー。あの1000枚出そうです、頑張れって。あんた一言みたいに乗り打ちなんですから、これ。私500ゲームぐらい今、頑張れー。
なんで乗り打ちにしたんや。嵐さん今620ゲームハマってるそうです。この店で絶対一番負けてるやん。間違いない。やばい、2人と乗り打ちしましたね。間違えた。もう2人合わせたら1000ゲーム以上ハマってますからね。完全に間違えた。これちょっと頑張ってもらわないと。いやほんまですわ。いや自分1人やったらね十分満足なぐらい出てるんですけど、あのねちょっとね今足2人に掴まれまくってるんで、わしづかみされてるんで離さない。ちょっとこれ足りんのよ、これじゃあよ。厳しいね。500枚いかんぐらい。まあまあまあ、ああま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 あ、うん、悪くはないんですけど、全然悪くはないんですけど、はい、まあ、プラってますからね、はい、1人だったら、1人だったら。そうなんです。お、いいですね、イカの次ゲーム弱チャンス目か。あー、これは広角で刺さった可能性が高そう。やっと弱チャンスだから当たったか。もうゲーム数的に次で発展だと思うんで、ここで発展しなきゃ熱い。テーブルがいい。ああ発展しちゃった。全然なんかワンチャンありそう。いいテーブル出てこい。ファイヤーナオ一番下。ああそうなりますよね。おいしょー、おいしょー。これで、全部緑になります。で 6% で、6% で全部金双剣ラッシュになります。ほら、ロッパあ、まあ、普通の変換です。これ 100% ですね。よっしゃ、危ねえ。クスラ使っちゃったけど、ここでまた、おお、なんとかなりませんか。なんかならず。まあ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 、頼む。よっしゃ、危ねえ。いや、レア役は頑張ってる。メイン役君たちが頑張ってる。おっ、サコーン嬉しい。これレアかな。やったぜ。強殺面これでかいでしょ。2ゲームもらえるんで3。よし、ここ一気に決めよう。あ、あ、そっか、下手ですね、パッツロが。メダル入ってなくて、てへへじゃなくて、早当ててもらわんと。もうすぐラッキーセブンだぜ。兄さん、あのうちのみのりんもえらい負け取りまして、はい、あの今シャレならない状況です。あの同じぐらいハマってます。僕はあの多分500枚ぐらい浮いてるんですよ。だから安心してやってください。 OK、 任せて、はい、よっしゃ見てて。さあまずあの宿まで行って、そっからやな。頼む。まずリプレイ。ダメだ、マジ今行かなきゃダメだ。あの十分、3ゲームあるやん、エクストラ。大丈夫大丈夫。いや大丈夫か。助けて。これ大丈夫か。1枚目に助けて。 おっと雲行き怪しすぎるな。スイ、何してんのあれ。何してんの。やばいって、当たらんってこれ多分。多分当たらんって、そもそも。あれつまずいたな、途中で。つまずき方エグいっす。8ゲームぐらい生きんかったっすよね。生きんかった。あの、信じます。オッケー、当てとくから。戻っとくんで。オッケーオッケー。はい、いい前兆だな、これ。身の口もいますし、当たりそうですね。よし、お初リベンジ。今回は大丈夫な匂いがする。言うて、あ、花びらどころかもみじ待ってますんで。よかった。まずはソフィーに頑張ってもらおう。ワンセット目がマジで大事。ワンセット目にやっぱでかい上乗せしないと伸びないんで。
早いってあっという間すぎるだろう。まあここはまずは 50% 落とさないように、まあ 50% とは限らないですけど、いや弱い、あとはもう押されなければ、ここで秀吉に押されなければ全然いけるんで、おマジかい、固まれ、固まってる、よし、危ねえ、マジ危ない、なんか冷える、よし、最低は回避、押されないで展開展開、さすがに今回は厳しいか、これ引け、なんか引け、よっしゃ危ねえ危ねえ、皆さんこれ 66% あるかもしれないです。そしてそろ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 協力をください、お願いします、よっしゃー、あー頼む、あ乗った、よしよしよし、あーよかった、よく滑ってくれりゃよかったが、ダメですね、まあまあ10でしょうけど、間違えてこいろ、まあね、忍忍、ありがとうございます、間違えて切れ、さすが精密機械、間違いは起きませんな、なかなか、なんか引け、押されんな、あかね、よし、ワンチャンある、ワンチャンあるぞ、よっしゃー、もう本当あの押し合いがマジ大事ですから、よし、これ66あるかもしれない、落とせね、ちょっと綱渡りすぎるんで、そろそろどうすか、上乗せもしくはボーナスを、ロベルト本気出してくれ、お願いします、やめて、あこれはさすがに無理っぽいな、キスした終わりました、160ゲーム274枚で奇数設定したですね、いやー参りましたな、まあ本当2桁枚数で終わらなかったことが、まあ唯一の救いかな。あなんで、もう諦めよ、やだあ、暑い、暑いっす、激熱です、最終的にすごいいい人見つけて、はい、収まってくれて本当良かったな、もう僕飽きませんわ、もうこれこの話豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、
メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。